レロデンドラムトムスオーネは、シソ科のツルセイ低木。花が美しいために栽培される。額が白で、花冠が赤いことからこの名がある。上緑で、ツルセイの低木で、高さは4メートルまでになる。葉は耐性して、長卵形で先は尖り、縁には、巨子はない。葉の表面では、主脈がくぼんでいる。若枝は、断面が四角で、短い毛に覆われる。 葉は耐性で卵型から長卵形。先端は細く突き出して尖り、基部は丸い。葉芯の大きさは長さ1 2トル、幅6トルほど。縁は滑らかで無毛。初夏に枝先に円水果状を出す。額は白くて金状をなし、大きく5つに裂けるが先端は互いに寄り合って閉じる。果敢は脳赤色。花筒は額から伸び出して。 長さ2センチメートルほど、その先端で5列して大きく開く。その径は1.8センチメートル。お寿司ベは4本あり、家中と共に花冠から伸び出している。学名の種小名は19世紀なカバにナイジェリアで伝道に従事した W.C. トムソンの夫人にちなむ。和名は、果敢の赤と額の白がひどく目立つ対象をなす。ことにより、源平草木と名付けられた。 別名に原平カズラもある。西アフリカが原産。観賞用に栽培される。よく普及しており、植物園の温室では、どこでも見られるとも。ツル植物なので、市中に誘導して育てると、よく開花するが、小株でも開花するので、鉢植えでも楽しめる。日本には明治中期にトライした。体感性は低く、冬にも摂取10度程度が必要になる。 本種とシースプレンデンズの交配品をベニゲンペイカズらしいスペシーオサムと言い,い、花は赤く咲くが次第に鮮やかな黄色に変わる。株そのものは本種に似たツル植物になる。庭でツルに仕立てたもの、クレロデンドラムトライコティパム、エンサイクロペディアオブライフホンダか、P388 以下、種としてマキノ、P519 園芸植物大辞典。 P782 園芸植物大辞典。P782 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 二本田ほか。P388 八朝山ほか。P31 園芸植物大図鑑。P781。ありがとうございます。